やばいよ。この前さ、うん、雨で中断した時あったじゃん、うん、庭、うん、さらに悪化してる。なんかもうめちゃくちゃもう他人事みたいになってる。さらに悪化してる。お前の仕事だろ。ナンバー僕は知らないよ。誰ですか？まあやりますか。まあそうですね。庭掃除、まあ、だだ言っててもまあ多分慣れたあれなんで、パッと始めてもう元気出してパッと終わらせますか。いやもうとりあえずね、この下この前も見たけどさ、だいぶなんか伸びてない？いや分からん、分からんな。まあまあ早速やりますか。皆さん手袋もらいました？うん、掃除をガンガン進めていきますか。そうですね。あ、ゴミ袋持ってこない。あ、引っこ抜くの？抜けんのかな、これ抜くで切った方がいいんだろ、これ。これでもなんかこのタンポポみたいなの飛んでくるの嫌だな。なんかタンポポ耳の中入るとタンポポ咲いちゃうって言わなかった？あ、なんか耳聞こえなくなるって言われたわ。怖っ、やべえな。おー、いけんじゃない。おー、すごいすごいすごい。やばい、めっちゃ飛んでる、めっちゃ飛んでる、めっちゃ飛んでる、やばいやばい。もう終わった。耳からタンポポ入ってくる。やばい、マジ耳からタンポポ入ってくる。耳からタンポポ入ってくるよ。マジこの…あ、間から縫ってきてんだね。おー、おー、竹やん。おー、これ、うん、何なのこれ、マジで何なんすか、これって。いやー、何なんだろう、想像もつかないわ。買った。うわ、これ雑草じゃないぞ、これって。硬っ。マジで硬い。そんな硬い？硬っ。普通に槍みたいになってる。いや、1メートルとかじゃない、2メートルなんじゃない？これちょっとさ、立ててみたって。本当だ、西寄りというか。これ雑草なんすか、これ。何なんすか、これ。マジ何？外来種だ、これ。2メートルあるの？これサムネにすんの？ちょっと、なんか、マグロ釣り上げたみたいな感じ。なんで昔怖いね、マジで。植物と記念写真してる。暑いね。全然関係ない話していいですか？うん、今こう、持ってくれてるのに、うん、寝室の方見たらさ、うん、ヨタバ寝てて、うん、ヨタバ寝てるって言って、おちんこに手入れてました。ちょっと一回見てみる。だいぶ入れてましたよ。入れてた、あいつ。すいません、面白い。でも完全にやってたよね、今。やってましたね、今。やってたな。まあ、余談はさておき。はい。知っていきますか。はい、やっていきましょう。本気で知るよ、今度。やっていきますか。ちなみによくサブチャンネルとかで、うん、今まだみたいな。うん。さっきも言ったけど、うん、まあ、お金がないんでできないです。隣俺ら一回行くか。先住民の方が森にいるみたいになってる。取り方変えたら先住民になるんだけど。いいじゃん、これサムネでいいや。これ庭がこんなことになりましたって言ってる。いいじゃん、あ、いいかも。庭がジャングルになる。西もう一回見上げてみて。すっごいよ。じゃあ、うん、正直もう話すこともないじゃないですか、うん、動画としてもまあなんかこれといったあれもないじゃないですか、うん、なんかじゃあ質問にも答えますか。いいよ、早速ちょっと一つシビアというか OK、近所の方とは仲いいんですか？わーお、これしょっぱなから鋭い質問が来た。仲いいかって、そのなんかがっつりとした近所同士のバーベキューとかあるわけじゃないんで、うん、明確にどうやって仲いいと思ったりか分かんないですけど、うん、
この間その近所の方に、うん、ございますって挨拶したら、うん、完全に無視されましたすいません、うん、はい次、はい次、最近のマイブームは何ですか。はい、どういったのマイブーム、何ですか。ありますか。料理です。料理、はい、嘘ついたねあれどういったんだっけ、料理とか聞いてたの前。いや、それ岩田だ、ね、岩田か。あ、違う、マイブームでもみんな一緒じゃね。そうだよ、カタン。ああ、確かに。あ、ボードゲームがあるんで。なるほど、そこが面白いのみんなやってます。はい、なぜ一度第二グループを抜けられたのですか。なるほど、須藤宛てですね、これは。誰ですか。須藤か西尾。誰ですか。西尾って抜けたん一回。西尾さんの第二グループ始まって、うん、1ヶ月ぐらいで1回抜けてます。あ、そうだった。で、その1ヶ月後に戻ってます。いや、その1ヶ月前に、その1ヶ月後に抜けた時に、うん、もう今大学で忙しくて、正直お前らの存在が今足かせみたいになってるからみたいなこと言って抜けたんすよ。うん、で1ヶ月後にもう僕にはここしかありませんみたいな僕は抜けた理由は単純ですよ。なんでお前が全部説明するの。いや、じゃあ一回説明してくれよ。須藤はなんかその、うん、一人暮らししたいからさ、うん、その時全然売れてなかったから、正直今お前らの YouTube が足かせというか土日バイトした足かせだから、うん、抜けるやつ全員足かせになってるじゃんまあ、でもそれに近いですね。なるほどね。はい、次、須藤さんの経験人数。おお、ガチだね。これガチだね。これガチだよ。数えたことないです。逃げたね。なんか、あんまりこういうのってさ、レペゼンとか言うならね。そうね、なんかあんまりこういうのさ、俺たちが言うのちょっと。まあじゃあ次。じゃあ次、今使ってる香水なんですか。ああ、まあまあ、ちょうどいい質問です。はい、どういったんですか。僕はちょっとカルバンクラインの、はい、エタニティフォーメントです。エタニティ、こいつやばいっす。何ですか。なんぞ、僕サイトカルバンくらいに使ってるんですよ、うん、で見せるたびにね、前はね、なんかめちゃくちゃバカにしてたんですよ、うん、自分がね、あの、なんだっけ、ブレガリの財布持ってるから、うん、それなのにも関わらず何してない。香水のカルバンくらい持ってるのお前キモ、こいつまずねキモくね。まず佐々木じゃない、須藤の財布がカルバンくらいってことはバカにしてたのはイーノなんです。いやいや、お前も言ってたよ。イーノが、それパンツのブランドだろみたいな、うん、お前の財布うんこくせえなって考えてたんですよ。うんこくせえ、なんでカルバンくらいのパンツ入ってる人みんなうんこ漏らしてるの。はい、もういいですよ。じゃあ西尾さんは、ポーチじゃないですか。須藤さんはバーバリーで、あれてか、はい、見えはった。いや、見えはった。見えはった。なんすか。いや、コーチよりバウリーの上とかある。いや違う、カドバンクラインは結構アイスあげたやつなんで、結構だいぶ大きな声で、はい、言ってた割にはなんかドルタネがカドバンクライン使ってるし、はい、俺は財布バーバリーじゃないですか、はい、で、なんか須藤がバーバリーのコーチ使ってるって、はい、なんか変だなと思ってなんか妙だなと思って要はよこせってことがいいんですか。友達に布教したいんですけど、どの動画をおすすめしたらいいですか。ああ、なるほど。それ、その人がどんな人かにもよるね。どんな人なんだろうね。例えばなんだろう、普通の高校生なのか、うん、ちょっとヤンキーみたいなやつなのか。ケンタ君野球部。野球部は大体でもね、津田沼鬼ごっこの人気はね、ハマるよ。確かに鬼ごっこ好きそうだね。気合悪い感じ。そう、で、ギャルとヤンキーは新スポ見せておけば大丈夫。ちょっと世の中斜めに見てそうなやつは新スポ見せておけば大丈夫。本当にどうしてもないやつ見たい場合は、パターンを一緒かも、例えばハテラを上げてくれば大丈夫です。タイプの女性の髪型、服装は何ですか。はい、これでラスト。髪型と服装ね。これラスト。難しいんじゃないですか。髪型と服装か。髪型言えるはっきり。あれはボブツインテールみたいな。そんなやつないか。ツインテールって結構難しくない。やめてよ。あの眉毛濃い子じゃない。今適当に言ったやつだから、やめてよ。僕、髪型はロングが大好きですね。うん、はい、ショートは嫌いな。ショートはあんまり好きじゃないです。僕、ここぐらいまであると結構好きですね。服装は？服装？ガチガチのストリートですね。うん、ああいう、なんかふわっとした感じ、ダボっと着てる感じの女の子好きですね。うん、ああ、なるほど、はい、確かに。じゃあ、西尾、まあ、どっちかある。そうですね、髪型はでも、うん、髪型にこだわりはないんですけど、うん、髪質はもうめちゃくちゃストレート。あーパーマ。
どっちだよ。いいな、何で突っ込むね。僕ね、髪型ほんとこだわりないんですよね、うん、あの派手色じゃなかったら僕何でも大丈夫。うんうんうん、あ派手な色苦手なんだ。派手な色あんま好きで、何でもいいな。でも確かそれで言ったらあれだな、いろんなあのいろんなパターンみたいじゃないですか。そう、何でもいい、何でもいいな、お前。で服装は意外とでもね、あの、うん、ユニクロの白 T にジーパンとか、うん、ああでもさ、それってさ、めちゃくちゃスタイルいい美人想定で話してない？あ、そうだよ、生意気だな。マジでそれと言ってないけど、あれそれで言うならあれだな、俺は別に派手な色でもいいっちゃいいなと思うよ。確かに自分もそうだしね。そうそうそう、芸術家のカップルみたいな感じする。確かに確かに。で、まあ、髪型も正直はそんなないけど、ロングの方が嬉しいなと思う。うん、西より髪短かったらどうする？ああ、それは斬首だね。まあ終わりました。ちょうどなんか雨降ってきちゃいましたよ。確かに、はい、よし、だいぶ綺麗になったね。ちょっとビフォーアフターでちょっと撮っとこう。はい、じゃあだいぶ綺麗になったね。まあ良かったですね、はい、まあ、ちょっと運動不足だったんで、うん、運動もできて良かった。最高だね。夏の、ひと夏の思い出だった。確かに。おい、だいたいお前もうちょっとで終わるんだからオフになんな。寝てないですよ。いや、明らかにこの締めになった途端にさ、喋る気ゼロになったろお前。Okay、 はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。